つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは、食と心のデザイナー、つぶつぶグランマ由美子です。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。今週も引き続き夏の食についてまゆみさんと話したいと思います。まゆみさん。はい、キラッカーの奥谷まゆみです。よろしくお願いします。よろしく。先週言い残したことがあったんだけど、もう一つは、その、ちょうどこうどんどんこう初夏から、初夏のカラーって5月ぐらいから、それまで野菜とか結構はざかりなかったじゃん、種も、そうだよね。それが突然出てくるじゃん、あのキヌサヤとか、インゲンとか、その前に山菜とか、だからさ、山のものがふわっと出てきて、でキヌサヤとか、こうアスパラとか、なんかいろいろこう出てくる、インゲンとかね、で新玉とかジャガイモとか、そういうこう季節に燃え出てくるものを上手にこう食べていく、そしてやっぱりその時期にあったような体になるっていうのがもう一つある、やっぱり人間の体、私もさ、本当に体を見ててさ、植物とかと全然同じなんだよね、今私すごい都会っ子であんまりこう四季を感じないで生きてきたんだけど、体を見るようになってからの方が四季がすごい感じられるようになったんだよね。本当にこうお花が開くみたいに骨盤も開いていったり、何かがニョキニョキっと伸びるみたいに体もニョキニョキっと伸びていったり、そうそう、子供が大きくなる時もさ、結構一回ピュッとこう太ってからピュッとか、子供とかね、太ってピュッてこうなっていくっていうか、本当に竹みたいだよね。そう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 、だから全然同じ、まあ当たり前だよね、植物も人間の体も同じようにお日様を受けて、同じ気温を感じて、同じ湿度を感じて、まあ確かに栄養の取り方は違うかもしれないけれども、でも同じようにやっぱり、そう、生命の仕組みとしてはね、育っているから同じように影響を受けていくし、同じように形が変わってくるっていうのが、特に内臓系ってこうほとんど植物器官ってよく言われて、そう内臓は植物器官って言われていて、で筋肉とかそういう動物器官と、で植物器官と動物器官がうまくこうマッチングしているとすごくいいっていう、そうなんだ。そうだからね、そういうことがあるでしょ、でも前回ね、ちょっと体の、ね、夏の絞り方、初夏の絞り方をちょっと教えてもらおうかな、具体的に、この間汗をかくって話をしたんだけど、じゃあどんな動きがいいのかね、働くも大事だけど、その前にやっぱりちょっと前にも止まってるから、ちょっとスターターが必要、私がやってる仕事って何をやってるかっていうと、やっぱり体の使い方を思い出すことをしてるんだよね。同じでしょ、私食べるって何かを思い出す、そうだ、本当に思い出すことだと思う。そうなの、特別なことをさ、新しく知る必要はなくて、そう知ってるのに、変な感じで忘れちゃってる、忘れちゃってるんだよね、だから使わないからね。見てみるとびっくりしちゃうのがさ、本当はこれ立つためのところじゃないでしょっていうところの筋肉を使って立ったりとか、もう本当はこれは立つための骨だよねってものを使わないで立てたりとか、もうとにかく体の使い方が私たちってもうめっちゃくちゃになっちゃってるのね。でそれはやっぱり体を使ってこないから忘れちゃってるし、使わないからだよね、だから変に大事にしすぎっていうか、そうなん、特に子供の時にそうなんだけど、子供の頃にいろんな、ね、高いところからジャンプしたり、自由な遊びでしょ、そうね、どんなところでも、なんか道でなんかスポーツするとは違う、その違うこう凸凹道とか、砂利道とか、今日はここしかないから、じゃあここで何ごっこしようかって、みんなでルールを作ってごっこ遊びを作って遊んでたじゃない、でそうだよね、私たちだんだん特に今の子どもたちは亡くなってるから、そしたら絶対予測不可能だもんね。そう要するに予測不可能なようなところに何かが起きて、それに反応して判断して動いて、予測不可能で予測不可能でっていうのをやってると、すっごい反応力と判断力とか直感力とかすごいなるよね。そうやっぱ体の使い方ってそういうことをしないと分かんなくなっちゃうんだよね。そうだよね。でもまっすぐ歩くだけで、オフィスの中歩くだけで、で体は休まなきゃとか言って椅子に座るだけでってやってたら、どんどんそういう反応が分かんない、自分の本能がこう止まっちゃうんだよね。それを解き放つってことやってるんだ。そう、思い出すために、じゃあ今あなた間違ってこの筋肉使っちゃってるけど、こっち本当はこうやって歩くんだよって教えてあげるみたいな、そういうことをやるんだよね。やってるね。でそういうふうにすると自分のあった不調もなくなっちゃったりとか、今までうまくいかなかった排卵がちゃんと赤ちゃんが産める体になったりとかっていうふうにしていくんだけど、でも梅雨の体も本当にそうで、まあ感覚的にちゃんとそれができていれば、梅雨に合った体の使い方をできるようになってくるんだけど、今それはないじゃない。だから意識的にちょっと
それを使ってみようよっていうことなんだけどね。でじゃあ梅雨にはどういう動かし方をして汗をかくのがいいかっていうと、一つはね、ねじるっていう動きなんだよね。ねじる、うん、体をねじる、うん、体をこうねじるとき、やっぱ絞るって感じ。そうそう、絞るね、本当に絞るんだね、ぎゅーってこうね、あの体に溜まった水分を雑巾絞りするみたいなイメージが本当にぴったりなんだけど、あのちょうど体をねじったとき、おへそのあたりが一番ねじれると思うんだけど、ここに腎臓があるんだよね。で腎臓っていうのはその体の水分をきれいにしてくれたりする器官だから、そこをねじることによって、刺激してあげるみたいな感じ。おー、いいね。うんうん、だからあのいっぱい体をねじったりすると、あの腎臓の動きも良くなるし、水はけも良くなってくるから、ねじる動きが梅雨にはすごくいい。やり方としては下半身を止めたまま、うんうん、そうですそうです、下半身動かさず、うん、え、上半身、おへそから上だけ、そうそう、おへそから上だけを、例えば座っててもいいから、下だけを、下を固定しといて、上半身だけ、おへそから上をねじる、おへそは動いちゃいけないね、おへそは動かずにこうやって、そう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 、ピッとねじるようにすると、しっかりね、腎臓からねじれるようになるのね。うんうん、でね、体って、私たちの体ってねじるっていうのはあんまり得な動きじゃないので、ね、ちょっと変わった動きだから、うんうんうん、だからねじるってことができる関節がすごい少ないの。まず首はねじれるよね。ねじれる。で、あとおへそねじれるでしょ、うんうん。あとはね、足首はちょっとねじれたりするけど、股関節とかあんまりねじるの得意じゃないので。そうだよね。ねじれないよね。うん、そうそうそう。うんうんうん、だからね、あの、ウエストをねじるってことが、あの、していかないと、体が全体的にねじるのが、ね、苦手なので、うん、あの、ウエストがねじれないと、変な他のところでねじろうとしちゃうのね。ああ。お膝ねじっちゃったとか、ね、腰が痛くなっちゃったっていうのは。それ重要じゃん。そうなの。だからおへそがねじれないと、変なところねじっちゃうから、うん、あの、それであちこち痛くなったりとか。そう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 、じゃあちゃんといつも、うん、本当は梅雨に限らずねじった方がいいと思うんだよね。そうそうそう、でも梅雨は特にし、そうそうそう、でもねじろうと思ってもウエストがこう縮んで硬くなってるとうまくねじれないから、ねじる動きの前に一つやっとくとやりやすいのが、お腹をよく伸ばしてあげるってこと。どうやって、うん、お腹伸ばすって本当にみんな難しく感じがえちゃうんだけど、万歳すればもうお腹は伸びちゃうわけ、ね、うんうん、じゃあ万歳をして、うんうんうん、よく伸びをする、伸びをして、そうそう、お布団の中でぐーっと朝起きたら伸びをするでも全然いい、ね、結構伸びするといいってことだね、まずね。そう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 、伸びをするでね、この伸びっていう、手を上に上げるっていう動きっていうのはやっぱり日常生活に少ないんだよね。だから一番なくなりやすい動きなの、うんうん、だから手を上に上げるっていう動きを日常的にたくさんする。例えばよく使うものを高いところに置くようにする。置く、いいね。それだけでもいいので、あの手を上げた時に、手がね、自分の耳の後ろぐらいまでいければ OK なんだけど、うん、だんだん手を上げてない人は手が耳の後ろまでいかな い, い, ない、斜め前ぐらいまでしか行かなくなっちゃう。これで上げた気になってるって感じになっちゃうね、うんうんうん、でもね、そういう人はちょっと焦ってほしい、焦ってほし い, 焦ってほしい皆さんやってみて、そうそう、あの、ちゃんと耳の後ろまで手が上がる、うんうん、そうするとそれを何回いつもやればいいんだよね、うん、そうそうそう、本当にこれをこの格好を1日1回でも2回でもよくやれば、うんうんうん、今日私手上がってるかしらってやれば、うんうん、まずお腹はすごく伸びるわけ、伸びてる伸びてる、うん、で、あとよく脇も伸びてる、そう、脇も伸びるし、肺も広がるので、うんうんうん、あの呼吸も深くなってるし、うんうんうん、あとは手を上げるだけで内臓下垂は上に上がるの、うんうん、だから手を上げるってすごい大事な動きなので、さあ今日何しようかなって手を上げながら考えたりするというところです、うんうんうん、あとは手を上げるっていうのは気持ちが絶対落ちないという動きだから、これ手を上げると、うん、だから気持ちが上がる、手を上げながら、そうそう、手を上に上げるとまず下をうまく向けないわけ、うんうんうん、やっぱり顔もちょっと上向く、そうすると暗いことは考えられない、考えられなくなるから、前向きなことを考えちゃう、そうそう、なんだかどうも私どうもどうもネガティブ思考だわと思ったら手をしょっちゅう上に上げるようにすると、ということは朝一番に伸びをして、うん、そう、さあ今日は何をしようかな、楽しくもって思えばいいってことだよね、そう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 、うんうん、だから元気な人は本当にそれが自然に朝起きたら、うん、やってるよね、やってるやってる、そうそう、私やってるかも、ね、うん、やるやる、うーんとかね、うん、でその後ねじるだ、そうそうそう、でギュッと伸びたウエストを今度ねじってあげる、じゃあみんな急いで毎朝これやって、そうそうそう、伸びて、それだけでも全然気持ち的にもいいし、うんうんうん、特に強いよね、うん、じゃあこの伸びたままねじってみるの、それちょっと難しいか、うん、下げたくない、もうね、伸びたままねじってももちろん全然 OK、うんうん、自分が楽ならね、うんうんうん、で下げてもねじったりして、女でもいいので、うん、ねじってあげるのが強いポイントだ、うん、ね、何分ぐらいやればいい、もうね、本当にね、左右5回ずつねじるぐらいでもいいと思います、十分5回ずつぐらいでも効果あるのね、うんうんうん、でこれ内臓のすごい刺激になるので、例えばお酒を飲みながら体をよくねじると悪酔いしない、
旦那さんに教えてあ内臓が動いちゃうからそうそうそ う, そう、うん、内臓が、ね、少しこう刺激されるので、うんうんうん、ああそうだちゃんと働けるっていう感じ、うんうん、もうやっぱり重たい、ね、お酒を飲んだりすると内臓も疲れて重たいって感じ、うんうんうん、それを伸ばしてやるだけで伸ばしてねじって伸ばしてねじっていいね、うんうん、伸ばしてねじってをするそうすると体が絞られて、うん、で内臓も重たいって言って下がり気味だったのがグググッと上がって、うん、がってで働きが良くなって汗も自然にかいてでなんか気持ちも前向きになるからよく働く、うん、そうするとどんどん汗も出てさらにいいと、うん、こういう感じね、うん、すごいいいでしょいいことを尽くしなのよ ね, ねじろってとかで伸ばすね、でこれが梅雨の過ごし方なのね、うんうんうん、で梅雨が明けて暑い夏が出てきたらじゃあ今度はどこを意識するかっていうと今度はね背面なの背中側なの背中、うんうん、あの背中側が縮んでいると体って動きづらいの、ね、実は背中って縮む、うん、背中ってほら見えないからすごく意識できない、うんうん、普段わかんないよねなんかまっすぐな気がしたけどそう背中側っていうのは背中もそうだし肩甲骨もそうだしお尻もそうだし、うんうん、特に大事なのは足の裏側の筋肉うん、ここの筋肉が縮んでしまうとそれが邪魔してしまって足を前に出そうと思ってもその筋肉が引っ張っちゃうあ出ないよね、うん、うまく出ない、うんうんうん、だから足の裏側の筋肉を伸ばしてあげるっていうのが特に背面の中でもすごく大事なところでじゃあももの後ろってことかなそうそうそう、うんうん、でも単純に言えばあのほらあの明日できなーれって下駄をポインってやるような動き、まあ、ボールを蹴るでもサッカーのボールを蹴るでもサッカー選手とかいいわけねそうそうそう、うん、ああいう人たちは裏ももがすごく伸びてるのね、うんうん、裏ももが伸びると、うんうんうん、夏そうそう、うんうんね、そうすると、背面の奥から行動しやすくなる背面ってすごく面白いところでね行動力とすごい関係があると足の裏側の筋肉あの本当に一歩足が前に出るっていうのは体だけじゃなくて本当にこう性格だったりとか自分の感受性と同じなので何かをしたいなって思っても本当に足の裏側が縮んでるとでもなあのやりたいと思うけど絶対これ無理だよなって思っちゃうところがね足の裏側が伸びてるとな何だ何だじゃないねあのやりたいなって思ったことをまずやってみようって本当に行動あそれいいじゃん性格も変わっちゃう性格が変わる足の裏伸ばしただけでそうなのえいいじゃんそれあの、うん、行動力をつける一番のポイント、うん、私これ以上ならない方がいいかもそうでもやっぱり伸ばしてみようみたいな、うん、伸ばして伸ばしてあそうなんだ、うん、知らなかったでもそうあの夏はなんか後ろがなんか縮んでるって感じもなかったあんまりないのね、うん、でも背面っていうのは人間の中でも一番意識が抜けやすいところ、うんうん、で背面が縮むっていうのは実は足の裏側は縮んでるんだけど背中本当の背中は、ね、縮んでるっていうのね広がっちゃってるあ逆に、うん、あだから分かんないんだよ私なんか縮むってお腹かと思うじゃん、うん、なんか猫背になって縮んでますよって、うん、そういうのが縮むかと思ったけど、うん、そうか足の太ももの後ろがこう縮んでって、うん、その分背中がボワッと変、うん、あこう前にやる、うん、あの前から見た時と後ろから見た時の人の印象ってちょっと違うんだけど前から見たらちっちゃいけど後ろから見たらなんか立派な背中っていう人は前と後ろのバランスが悪くなってああそっかでもね面白いのがね人間の体の前の後ろの印象って本当に裏表とすごく関係があって裏表のある人っていうのは前と後ろの印象が本当に見ても違うあ性格が裏表あると本当にそうなの本当にそうなのだから分かる気が本当に、うんうん、あのそのまんまだなって人はねどこから見てもその人あ後ろから見てもその人らしい体型前から見ても横から見てもその人らしい体型、うんうんうん、意外とそうじゃない人って多くてこれ大事、まあ、この人すごく頼れそうで、うん、あの信頼できそうだなと思ってもパッと後ろから見てあれなんか全然違うと思ったらちょっ と, ょっと、ね、心配した方がいいと背面っていうのはそれだけ自分が出ちゃう、うん、いや背中のことは誰も言ってないかも、うん、これすごいこれ本当そうだよだから背中をきれいにしようっていうの、うんうん、具体的にじゃあ背中をちっちゃくするよりは、うん、要するに足の裏を伸ばせば自然そうそうポイントとしては足の裏側を伸ばすやれば自然に背中も、うん、足の裏側をしっかり伸ばすと面白いんだけど背中がちゃんとね縮まってくるっておかしいんだけど表に戻る変に広がった感じが変わってくるんです、うん、こっちに来るんだよね、うんうん、じゃあこれすごい大事なんだねそう前と後ろのバランスがすごく整う、うんうん、これをなんじゃあ明日天気になるよひたすらやるそうそうそうキックキックするキックキック、うん、あとは大股で歩くことだよねあ大股、うんこれはいいっていうね、大股で歩けばやっぱりその自然と足の裏側の筋肉が伸びるからあの階段を一段飛ばしに上がるとかすごくあやったやったやったじゃないいいよねああいうのとかあとはグーリー行こうって遊んだりとかみんなしてたと思うんだけど あれでなってたんだね、うん、遊びだね
本当に遊びなの夏ね、うんうん、やっぱり人間が体使わなすぎだよね。そうなのそうなの、だから使い方忘れちゃってるから、うんうんね、うん、手じゃないところを手みたいに使うみたいになっちゃうので、そう、ね、うんうん、でそう、それでそれを伸ばした上で、うん、真夏はやっぱりさ、やっと夏だから、うん、好きなだけ夏野菜食べて、トマト、キュウリ、ピーマン、スイカ、メロン、なんとか、ね、この夏の梅雨明けてからね、うん、に、うん、そこはちょっともう体クーリングのために天がさ料理も だって生で食べれるでしょ、火使う、うんうん、夏ねことごとにいる、うん、やじゃんね、やだやだ、でも火使わないで食べられるものがつきつき出てくるから、うんうんうん、それをパカ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 食べてると体がクーリングされて、この間のさ、みんな来れなかったかもしれない、うん、そうそう、女開きの時私ね、だからぜひそれを味わってもらいたいと思って、ね、そう、まゆみさんのね、あの体の本当にこの鬼ごっこね、ま、これがすごかったよね、そう、あのすごい人数で会場のだからね、みんなね鬼ごっこやったんです ね、うん、そしたらその鬼ごっこの後に私が隠しておいたこのイベント、うん、きゅうり丸かじり、そう、きゅうりを配ってくれて ねでまたお塩をつけてきゅうりを食べたの、ね、それでみんな知ったんだよ、きゅうりだけ食べるのと、うん、塩を海のせい振って食べるのと、うん、どっちが美味しいだろうっていうのが全員分かったんだよ ね美味しかったね、そう、きゅうりはクーリングクーラー、うんうん、お塩は引いたってことが分かって、うん、でもそのバランスがいい時がいいんだ、ね、だから塩をちゃんと取りながら夏野菜をガンガン食べていくと、うんうんうん、私さらに足の裏伸ばしたら無敵だね、無敵だよ、きゅうり食べながら、きゅうり食べながら大股歩きとかどうかな、うん、いいね、ブログにね、うん、じゃない、フェイスブックにね、うんうん、私たちがきゅうりって丸かじってるとこアップしちゃった、あ、ほんと、じゃあみんな見て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 、ね、そう、びっくりな顔で私たちはまさかねまさかねって感じで撮られてた、食べちゃった、すごい楽しかったよ ね、うん、でもやっぱりさ、こうその本当にその季節に、うん、その季節ならではのものをその季節だけにしか食べないっていうのもすごくいいんだよね、うん、やっぱり体がさ、その同じきゅうりでも年中きゅうり食べてて夏のきゅうり食べるのと、うん、もうやってみたんだけど、もう本当に秋にもうきゅうりなくなってからずっときゅうりってものとさよならしててでも本当に特ににわかなんかで出てきたきゅうりをね、うん、ひょっと燃えて、うん、カプって食べた時はね、うん、本当になんていうの、体中の細胞がね、わーきゅうりおかえりみたいなさ、待ってたよみたいな、そういうなんだろう、もうすごいエネルギーの出会いじゃん、ちょっと食べることが簡単、きゅうり一本なんだけど、うん、塩一振りなんだけど、うん、すっごい深いんだよね、うん、だからね、先々週言ってたじゃない、まゆみさんが、うん、なんか本当にご飯食べてたら、なんかあれこれあれこれ作らなくてよくなったと同じで、うん、本当にこう今みたいに年中食べていいっていうのと、うんうんうん、逆にね、旬しか食べない自由っていうのも、うん、年中食べる自由もあるけど、そうだね、その時しか食べない自由の方が私はすごく得かもって、うん、そうかもしれない、そうかもしれない、ね、だからこうやって全て逆にさ、ぐるぐる回していくと、うん、なんか起きそうだよ ね面白かった、だから思っちゃう、ね、次の女開き 秋はどんな仕掛けてまゆみさんやみんなを驚かせようかなとか、ね、そうやって考えてるだけでまたさ、ね、なんか元気になっちゃうんだけど、うんうんうん、ねえ、ね、いやでも時間なくなっちゃったから、あ、そうか、もうでも夏まだね、夏ってさ結構あって、うん、今度は、うん、結構こう早くに秋の準備しなきゃいけないっていう、そうなんだよ、みんなね真夏だと思ってるけど、秋始まってるんだよ、いつまでもね、秋始まるのって結構早いんだよ、うん、次週ね、うん、聞いて、はい、ありがとう、ありがとう。今日のつぶつぶニュース、つぶつぶグランマ由美子講師による次回未来食セミナー新1は9月7日日曜日、20日朝市仙台です。また由美子公認の新1講師、つぶつぶマザーたちによる未来食セミナー新1は全国各地で開催しています。ピンときた日程場所でぜひ受けてくださいね。未来食セミナー新1、詳細とお申し込みはつぶつぶホームページへ。